アトレティコナシオナルは、コロンビア第2の都市であるメデジンを本拠地とするサッカークラブである。中南米にはルジの名称を持つクラブが多く、混同を避けるためにナショナルメデジンとも表記される。2020シーズンはカテゴリアプリメーラ A に所属。1947年にクラブ創設。1948年のプロリーグ発足以来、一部リーグから 降格したことがない3クラブのうちの一つ。2019年終了時点で国内リーグ優勝16回を誇る競合である。コロンビア国内ではミジョナリオスやアメリカデカリと並ぶビッグクラブである。ホームスタジアムのエスタディオアタナシオヒラルドはインデペンディエンテメデジンと共用している。1947年3月7日にクルブアトレティコムニシパルの名称で創設。 1950年8月にクルブアトレティコナシオナルに改称。2016年に現在のアトレティコナシオナルとなる。公式なクラブ創設年は1947年であるがその期限は1935年まで遡る。1935年メデジンの若者たちがウニオン FC というサッカークラブを結成した。翌1936年。 ウニオン FC はリーガーアンティオケーニャの2部リーグに参加した。1942年には2部リーグを制して1部リーグ昇格を果たした。昇格に際し、チーム力強化のためにインドゥラーナ FC と合併し、ウニオンインドゥラーナ FC となった。1947年3月7日、クルブアトレティコムニシパルデメデジンというスポーツクラブがメデジンに設立され、 リーガアンティオケーニャの一部に所属していたウニオン、インドラーナ FC がそのサッカー部門として組み込まれた。これがアトレチコムニシパルの誕生である。1948年に創設された国内プロサッカーリーグに初年度から参加。以来、一度も一部リーグから降格したことがない。1951年からチームの名称がアトレチコナショナルメデリンとなった。1954年に、 リーグ初優勝を果たす。1976年、1981年には、アルゼンチン人のオスバルド・スベルディア監督に率いられ、リーグ優勝を果たした。コパリベルタドーレスには1972年に初出場を果たした。同大会には2019年までに21回出場しており、1989年と2016年に優勝を遂げている。 1986年にフランシスコ・マツララが監督に就任。1989年、アンドレス・エスコバル、レネイ・ギータラを擁し、コパリベルタドーレスを制した。同年12月17日にトヨタカップ出場。当時世界最強と言われたエシー・ミランと交渉部を演じたが延長戦の末に敗れた。2016年、27年ぶりにコパリベルタドーレスを制し、 フィファクラブワールドカップ出場を決めた。初戦となった、準決勝では、オセアニア王者、アフリカ王者に勝利し快進撃を見せていた、開催国王者のカシマ・アントラーズに0から3で、敗れた。2016年11月、コパス・ダメリカーナの決勝戦で、対戦予定だったシャペコエンセの選手、関係者が多数犠牲になった、ラミア航空2933便墜落事故を受けて、 同大会の優勝を、シャペコエンセ2条とするというアトレティコナシオナルの決定を称えて、フィファから、フィファフェアプレイ賞を受賞した。ユニフォームのデザインは、アンティオキア県とメデジンの旗が、緑色と白色であることに由来している。同じメデジンを本拠地とするインデペンディエントメデジンとの対戦は、クラシコパイサと呼ばれる。最初の対戦は1948年9月12日で、 インデペンディエンテメデジンが3-0で勝利した。1990年代はアメリカデカリとアトレティコナシオナルの2強体制となったことから両クラブの対戦はスーペルクラシコと呼ばれるようになった。2000年以降はアトレティコナシオナルが最も安定した成績を残しており2015年にはカテゴリアプリメーラへの優勝回数で1949年以来1位を 守ってきたミジョナリオスを逆転した。アメリカデカリが2012年から2016年にかけての5年間カテゴリアプリメーラ B に降格していたこともあり、現在はミジョナリオスとアトレティコナシオナルの対戦がコロンビアにおけるスーペルクラシコとみなされている。また、現時点で両クラブはカテゴリアプリメーラ A 優勝回数の1位2位であることから、 クラシコデルエフェペセとも呼ばれている。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。